はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、壺の洞窟ですね。ここからやっていきたいと思います。で、いきなり宝箱があるけど、壺がそもそも持てないからゲットはできない。くらこれあれだね、多分ここにポイッポイッとやれば道は開けたけど、左が鍵か。鍵持ってないからね。下にも鍵があるな。よし、こいつらをぶっ倒そう。で、鍵が落ちてきて、どうしようかな。鍵はまず取ってしょ。で、下に行くか左に行くかっていう感じなんだけど、ちょっと一回左の鍵を開けてみよう。電撃君が来る前に。で、おお、びっくりした。ここもあれか。おい、ちょっと開いたし。暗いけど明るくしておく。特に何もないですか。明るくするだけでは何もない。あって当たっちったよ。で、メット君がいるな。このメット君どう処理するか。一回こっちによいて、当たった。結局これなんだこれ。あ、くちばしか。これくちばしってあれなんだね、ダンジョンごとにあるんだ。意味ねえし。で、カシャッと。しかもここまた暗くなってるし。カシャッとやって、こいつジャンピングで越えられるかな。完璧で、下はいけないでしょ、鍵がないから。黒道を塞ぐ飛び出たる床、光るクリスタルを叩け。別に普通だね。あれ、あいつなんであそこでバグってんだ。こっちにヘイホーがいる。あ、なんかこいつ自分と逆の方向でヘイホーが動くんだけど、これを使ったなんかトリックみたいなのがありそうだな。これこっからいけるね。なんか下にいるな。だっ、強え。ほら、待って、何、なんか強えんだけど。突き刺していこう。いや、ガチ強え。なんかさっき一発当たったけど、なんダメージ当たったのか分かんない。いや、で、鍵か、また。あ、いや、ちょっと先進んじゃおう、一回。あれ、粉だね。粉が補充できる。で、ここ行って。宝箱ん、カシャッとやってジャンプして取って、あ、また鍵。鍵が割といっぱいあるな。で、兵法地帯。こいつどうすんだ。え、本当にわかんねえ。え、シカトしていいのかな。シカトしとこう。で、こいつは痛い。こいつ縦だった。もう一体ね、この倒しておこう。一応一回敵がいるところは倒しておこう。何もなしか。鍵開けていきますか。ん、あ、ここか。待って、コウモリみたいなやつ倒そう。で、これ床の模様を一つにすれば新たな道が開かれる。え、いって結構やばくね。こういう感じ。ああ、階段。これまたあれかな、 2D のやつかな。2D のやつだ。じゃん、これはここだけ。あ、ハート、ハートプリンス。ここ魔法の粉やる必要ある？特にない。これはじゃあね、一方通行の。あっち側に行ったら戻ってこれないっけ。ボスがいる。おお、爆弾。おお、来た。
攻撃か。あ、いったちょ、待って、捕まったこいつ落とすとか。あ、普通に倒したわ。妖精、てか妖精さ、妖精そんな可愛くないしさ、捕まえたいんだけど、体力減った時のために。一応またワープ装置が出たね。中ボス倒すとワープ装置か。で、こっちこっちでハートゲットして、こいつ最初、なんださ、最初大耳の魔物、最後ドクロナイト。どういうこと。まあいっか。おーおーおーおお、待って、めっちゃ吸い込まれる。おぶねえ。あ、地図だ。やったぜ。やっと地図を見つけた。まあ確かに、やっと、おいおい。やっと感はあった。だー何にもないのに怒っちったよ。さて、魔法の粉はまあまだあるから。宝箱ゲットして、金。左か、行ってみよう。これは？え？まあ、これをやれと。テレサじゃん、よく見れば。そして宝箱。あ、これタワーブレスレットか。よし、またこれで道が開けたな。16個、まあ、いや取っちゃおう。で早速これやって、おお、いいね。あ、あっちにあるな、ジャンピングデッキが。ほい。で宝箱で鍵で、青くしないといけないから、ほい。一つ邪魔だな。来て。で、鍵のついた扉と、下にも行けるよね、これ。どっちしよっかな。左に階段があったね。ちょっと鍵をまず、やってみよう。あ。え？何打つ？当てろってこと？ほい。あ。え、マジ、剣が効かなくて、壺でしか倒せないとかあんの？まあいいや、やるか。あ、階段。ん？これはどうすればいいんだ？乗ってる間だけ下に行くね。ちょっと壺持ってみる。大したあれじゃないな。あ、壺を持てってことか。しまった、破壊してしまった。これ壺持ちながらさ、登れる、登れるな。すげえ、どうやって登ってんだこれ意味不明じゃん。これ壺持ってるじゃん。だって両手で持ってるよね、これ。どう考え、両手で持ってるっていうかさ、頭に抱えてるけどね現実的には頭に抱えてるから登れんのか。なんかちょっと設定ガバガバだな。はい、持ち越しはできないと思う、さすがに。あー、ボスか。じゃボスの鍵か。で一応覚えとこう、ここはボス。てか普通に進んできただけだけど、歩いて帰んなきゃいけねえじゃん。で、じゃあちょっとここまで来たので、下に行こう、新しいとこで。あ、ここあれか。なんだっけ、最初大耳の魔物ってこっちのことをどうやって倒すの。隙間から投げる、隙間から投げるの。いや待って、あ、これ動かせんじゃん。こうやるってことね。最初に大耳の魔物を倒さなきゃいけないから、ちょ、先も気になるけど、こいつ邪魔だな。そうすると、え、コウモリもいるよ、よく見れば。ちょっとおとなしくやろう、これをやろう。
って持ってくる。くらい。で、2番目がコウモリってことか。じゃあ、はい。で、最後に、ドクロナイフ。おー、いいね。宝箱。あ、ボスの鍵ゲットした。てか、これでボスいけんじゃん。え？じゃあ、こっち何なの？この階段だってまだ行ってないよ。クリポがこうやって上からしか行けねえし。うわー、パックフラワー出てきた。パックフラワー近くにいると出ないとか。あ、忠実に再現されている。倒せんのこれ。あ、倒した。で、ここか。なるほどね。え、なんかどっちから行った方がいい。てか、もうボス行けるんだったら行って。ボス行ってもよくないか。てかさ、一箇所さ、なんか小さな鍵のところ行ってないよね。でもそもそも小さな鍵を持ってないから行けないんだけどさ。戻ってきました。で、こっから大ボスか。そしたら復活してるし、一応ヒットポイントな全体にしておきたいんだよな。ちょっとしか減ってないけど。で、またここか。壺を持っていかなきゃいけないところ。確かにちょっとあれ雰囲気は違うよね。その石の左の方がごっつい。この壺どうしてんだろう。では、ボス行きましょう。そのまま。地図用意してねえし。あれ？これ、お、あ、大ボスか。なんか、ショボとか思ったけど。あ、魔人みてえなのが出てきた。今度の相手はわしでごじゃるよ。え、今度の相手って言ってることはさ、最初に倒されたやつのこと知ってんのかな？あいつ倒されたみたいな。これをどうすんだ？あれを弾き返すとか。違う。時岡のガノンドロップ戦を思い出すね。その弾き返し戦は。え、動けないでござる。でも大丈夫でござる。そんな生クラな剣ではこの壺は壊せないでござる。ああ、なるほどね。この時は効かないか。あっ、ゲー、なんか言ってた。わしの体は不死身じゃみたいな感じで。まず炎を避けます。壺形態にして動けなくして壁にぶつける。ちょっと指が割れてきたね。あと1回くらいかな。この炎があれね、直進にしか動かないから誘導性があったらちょっときつかった。あ、こっからが本番か。なんてことをするでごじゃるか。わしゃも許さん。違うか。残念でした。まあまあ、まずはこれ真ん中にいれば大丈夫じゃね。動かなければどうということはない。ガードできる。カードできねえし。ダメか。縦は縦じゃねえや。炎は弾き返せない。縦では。これ意味あんの。こうやってみると。で、ハートの器ゲット。これ何？ホルン。巻貝のホルン。草原が待っている。草原ってどこ？まあいいや、また袋に聞こう。まあ、
壺をね持てるようになったからね、だいぶまた行動範囲が増えたと思うけど。びっくりした。お前お前どこで、ま、これは持て、え、持てんの。パワーグラブって2種類くらいある時があるじゃん。重いのは持てないよみたいな、軽いのは持てるけど重いの持てないみたいな。これなんだ、もやもやしてるけど不思議な力が溢れている。調べてみようかな。ワープ、ただ、いや意味わからん。まあいいか、もう一個溢れてるところを見つければワープができるのかな。用事は済んだみたいだな。おめえに面白いを見せてやる。ワンワンいるけどいいの。ペットは家の中に入れてきちゃダメだよみたいな。来たな。ここは俺が調査している不思議な遺跡。ここが遺跡なの。おめえはこの島にあるダンジョンをいくつか冒険してきた。ダンジョンの部屋のパネルって石板にしてそこの台座ではめると本当のダンジョンになる。どういうこと。そのダンジョン作りの手伝い、いろんなダンジョンを作るにはいろんなパネルが必要。ダンジョンの冒険は苦手だからお前に任せる。ダンジョンの話をしてきたらパネルを作る。パネルを使ってお題に合わせたダンジョンを作ってほしい。作ったダンジョンは冒険してゴールまで行かないと完成とは言えない。おめえが作って冒険したダンジョンがオラを感動させられたら宝物をやる。見てきたダンジョンの話をしてほしい。大したダンジョン攻略してないけどね、まだ。パネルをまとめて手に入れた。まあ、やるだけやってみるか。アミーボとか。基礎を覚えるだ。ちょっとめんどくさそう。ボスがあそこにいるね。これは新要素かな。スタートとゴールのボスパネルはオラが置く。あとは手持ちのパネルでつなぐ。宝箱があるパネルも置いてあるから、つながっていない通路がないか注意する。やってみるよ。ちょっと右にある手持ちのマップっていうかパネルを選んで左のマスに置く。あ、なるほどね。一応形は変えられるのか、 LR で、まあ、どこでどうつながってるかだよね。こっちもんじゃん。結構めんどくさそうだな。やっぱり結構めんどくさそうだからな。これだって宝箱あんじゃん。掴んで、宝箱じゃん。扉がある。小さな鍵が必要なのか。違う。LR で変えられるのってこれだけか。マップ自体を移動させることはできないんだ。ボスは2人。あ、ボスも同じやつと戦えるってこと。え、だって右と上が、右と下が空いてないといけない。これは下から来るよっていうマップ。ちょっと本当にめんどくさそうだから、ね、これもうやめたいんだけど。メニュー作るのやめる。戻る、うん、これやめよう。やっぱりいいや。おお、ワンワン毎回毎回ビビんだけど。これってさ、ワンワン返しにもう行っていいよね。返しに行くんだけど、歩いて行かなきゃいけないの。またこの草原と森越えて。なんかワープ要素ないのかな、本当に。村へのワープが欲しいよね。あ、これここ行けるようになるじゃん。ちょっと行ってみよう。いや、これはどういう、これフックショットだな。フックショットがないと無理だ。ここ掘れバウバウ。スコップだ。スコップもないしさ。でもさ、ワンワン返しちゃったらさ、ま、いつでもあれか、連れてこれるのかな。また散歩に行きますかみたいな。一旦返そう。終わったから。
どうでしょうか。ワンワンのこととっても感謝してるざます。親切な坊やですね。これをあげます。いや、いらん。お礼をもらった。ラッキーとか言って、なんだこいつ。おばさん趣味なのか。どう見てもおばさんだよね。こんな家の中で壺割ってるけどさ、連れていける？連れていけねえし。もう一回話せば連れていけるかな。毛並みが自慢。毛並みとか、いや連れていけねえじゃん。あれ、じゃあスコップとか単純に俺が取ってないだけか。電話のところも意味ないしな。だってクレーンゲームももうないっしょ。巻き貝みたいなのがあるけど、いや、あれは収集要素だよね多分。でもいっぱい集めるとまたなんかと交換できそうだけど、草刈りしてこう。で、草原って言ってたよね。てかめっちゃ地図見てなかったな。草原はどこ。沼。タルタル高地ではないから、またこのダハールの森あたりから行くか。じゃあ小堀水戸平原で、そうそうそう、こっちこっちこっち、トレイシーの家、まずこれを持ってとかね、このちっちゃいなんか泉みたいなのは、あれ、これはちょっと可愛らしいお姉さんですね。まあなんていうの、キャラクターそのものがもう可愛らしい要素がないけどさ。気まぐれトレイシー、元気になる秘密を売っている。秘密する、すげえ怪しい店なんだけど、まあそういうのはしよう。ぬりぬり、どうも。あ、薬？あ、でも薬を入れる、え、薬を入れる壺とか、あ、ないな。でも死んだ時に役立つって言ってたら暗い。優しいなこの子。これだけか。まあ先へ進んでいきましょう。とりあえず一回死んでも大丈夫ということになったので、あってこっちに出てきて、一応ここも行けんだよね。おお、力のかけら。これお墓誰？え、特に読めるとかないんだ。なんだろうね。またもうちょっとあって来てみるか。ここも行けるようになったので、じゃあちょっと行ってみよう。釣りではない。はい、これ何？調べる。かなりひび割れている。なんとかすれば壊せそう。爆弾だよね、どう考えても。次あたりじゃ爆弾かな。あれ、変なとこ、落ち、ここに出てくる。え、平原がわからんな。だってこれ普通に戻ってきたし、お化け強いんだけど。じゃあこっち行こう。え、これ落ち、ああ、びっくりした、なんか落ちるかと思った。ウクク平原、あ、ここだね。何こいつ、厄介なやつだ。断平小屋、不思議な遺跡あります。今さら？これどこに繋がってる？いけ、ネイビ村から行けんじゃねえかよ。くそー、ひどくないか。まあいいや、とりあえずまた探索しよう。え、これ動かせる？だって、あ、動かせんね一応。うわー、無理だ、邪魔。潰れてるお前は。
ってことはあれやっちゃったからダメじゃん。もう一回チャレンジ。まずここでしょ。いってこれ、こっからじゃいけないんだけど。いやこれダメか、なんか端の方からやれば大丈夫かなと思ったけど、全然大丈夫でもなんでもなかった。いや、どこをどう動かせばいいんだ、そもそも。一回こっち動かそう。で、ハートのかけら集めて、諦めて、こう。金。まあ、50円だったら。てか、金使うことある？この先。ハートのかけらは欲しいよね。どうやっていく？とりあえずこれで、こっち。え、これ持ってんの？持ってんじゃん。でこうやって、こうやって、これ持ってばいいんだ。ゲット。骸骨がぶっ壊れたんだけど、ハートのかけらによって。よし、じゃあここの洞窟はもう用なし。あれ、あ、もしかしてこれなんかワープの装置なんじゃん。これは不思議な力が溢れ出した、調べてみよう。あー、なるほどね、ようやくだよ。一応ここに来れば村は近いからね。てか村にこの台座ないの？あれ、また電話小屋がある。電話小屋とかただのヒントだからな。電話ボックス。なんだ、寝てる。やんな。強い、強いぞ。ちょっと待って、うわやばい、負ける。いや、ただまガチで強いこいつ。裏取りたいけど。いや、ほんと何これ、超強いんだけど。縦でガードする。あ、なるほど、そういうことか。縦の活用を忘れていた。え、これはいけねえわ。フックショットか。え、次フックショットかもしんないね。爆弾かフックショットか。というかヒット分数だいぶ減っちゃってんな。あ、今左に光ってたなと思ったら金だったかな。最悪帰ればいいんだけど。ちょっとずつでも体力を回復させて。で、これは穴ぼこ畑。よくわかんないとこに出てきちゃったな。これ穴だよね。いや、これはどうにもできないな。切り株は。てか草を刈っていく必要もないけどね。お邪魔します。なんかちょっとイケメン風のやつがいるんだけど。はい。いや、僕はこう見てももうお城に住んでいたこともある。家来に魔物が取り付いたんで逃げてきた。僕の頼みを聞いてくれ、いいものあげるから。逃げ出すときお城に置いてきた黄金の葉っぱを取り返してほしい。まあいいよ。うん。葉っぱ5枚ある。戻ってくる前にスコップ買っといてね。え、スコップ買っといてねって。どこで。おい、スコップどこだよ、教えろ。ここでいろいろスコップできるのかな。リチャードの別荘。カナットの城まであと10分ってそういう表記なの。ハートのかけらがある。で、ウクク草原戻ってきて、これって溺れるよね。なるほど、そういう道具が必要。いや、普通にジャンプでいけってことか。で、ここ開いてない。で、ここなんかスコップでできそうだね。スコップか。じゃあ当面の目標は買っといてねってことはさ、どっか売ってるところがあるんだね、きっと。
あれ入って危ねっていうか怒ってるし。お城とかあるってことは城下町とかないの？こっち行ってみますか。またフクロウがある。こっちは結局戻るだけだからこっちに行きますか。金子と城まであと5分。電話聞いてみる一応。じゃあウルリラじいさん、バナナいらんかの？もう一度村の人と話してみるといいだろう。なるほど、村へ戻れと。え、こっから村戻った？簡単にさ村に戻れる方法が欲しいんだけど。あと50個か。え、これいけるの？カナレットの人だし、あかねえし、強そうなやつがいる中に。村へ戻れか。ワープ地点見つけて戻りて。だいぶ来ちゃったけど。動物村マーサの入り、そんなん言われてもわからんわ。めっちゃ入り組んでたよ。え、結構広いね。え、これただ移動するだけ？あっち側に出る。こっち側に出てきた、マーサの入り。いや、入り江に出てきたはいいけど無理だって。え、これ完全水じゃん。テーマボックスあるけど、いや、ちょっと先来すぎてるわ。あ、これワープ地点、ワープ地点のはず。よし、一回帰ろう。じゃあワープ地点を見つけるのも重要だね。そうすると本当に移動がめんどくさい。ちょっとじゃあ一回村に帰ってで村の人と、ま、話すだけ話すか。新しくなんか入荷してるとかある？ゲースコップがある。イカしたスコップ、イカれたスコップかと思った。顔ちゃんとイカれたスコップ顔。また寄ってください。ハートのかけらも売ってんじゃん普通に。穴を掘ろう。200円。金が足りない。爆弾も売ってるんだね普通に。爆弾さ手に入れるとかじゃなくて売ってんじゃん。で弓矢も売ってる。980円。金だな世の中。なるほどね、そういうことか。というところで、じゃあスコップとかゲットしたんで、まあ、爆弾買って終わりにしようか。爆弾買うだけ買って10個。10ルピーでしょ。よし。あ、なんか1回1回出なくて大丈夫だった。ちょっともう1回買おう。30個くらいちょっと持っておきたい。値上がりするのかな、買いすぎると。在庫がなくなって。そんなことないか。まあいいや。じゃあちょっとアイテムが充実しましたので、次回またですねちょっと探索の方をしていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。